おお、なんだこれは。大変、災いの層が出てますってなんだよ。え、災いの層、どうすればいいの。今度の日曜日、私とショッピング街に行けば大丈夫です。なんだよ。うわ、これどっちだ。皆さんこれどっちと思います。マホとミホ。うわー、ちょ待ってよ、魔法っぽい。いやー、どう、胸、いや、ちっちゃい気がするなー。いや、胸ち、いや、でかくね、でかくね。ファンキーショップやろ、しかも。あ、ファンシーショップやろ。うわー、胸わかるか、こんなんわかるか。連れて行ってください。はーい、じゃ、楽しみにしてますね。あ、でもこの感じあれやな、魔法っぽいな。あ、あれ、あれれれれ、魔法っぽいな今の。今お帰りですか。いやー、これどっちだと思います皆さん。なんかさっきと胸変わってない気がするな。でかいな。よし、うん、いいよ。嬉しいです。今日はあなた、よーし、見抜いてきたぞ。はい、今度はどっちだ。うわー、からんなー。いや、でかい気がするなー。わかんねえなー。全然待ってないですよ。遅刻しても、また。次でわかるはず。今日の予定はどうする？ファンシーショップ行ってみよう。かわいいものがいっぱい置いてあって、私、あのお店大好きです。あー、わからんな今の言葉じゃ。どっちかな。ケロちゃんの偽物も。うわ、どっちかな。どっち、これわかんねえな。胸、影がでかい方が胸がでかいんだから、これ影でかいよね。あ、でかい方が影が薄いんか。影がなくなるけ。だからこいつはミホだな。よし、でこれは最悪のやつ選んだらいいんやな。別に偽物でもいいんじゃない。本物でないとケロ。じゃあ一緒に帰りましょう。わ、どっちかわからんや。うわ、わからんな。なんかもう全部魔法に見えるわ。やっぱりあなたでしたか。嬉しいです。誘ってくれると思ってました。あれ、これ魔法じゃないか。わからん。あ、爆発した。やべ。よっしゃ、来たぜ。いやー、めっちゃ時間かかった。今回はね、ちょっとね、先に、ちょっと魔法さんを、攻略しようかなと思って、もうあれから何十時間もやっても、一日経ちましたよ。何十時間もやって一日したら来ましたよ。みんなわかります？これ、マミさんです。ミホじゃないよ、マミだよ、これは。わからねえだろうな。このおっぱいのね、影がね、若干違うんだよな。これわかんねえだろうな、みんなな。大丈夫、俺も今来たところだから、遅刻じゃないよ。じゃあ行こうか。よっしゃー、やっと来たぞ。これね、こいつはね、ちょっとね、選択肢が若干違うんですよね。選択肢が違うから、はい、ここの選択肢はね、もう何回もやってるんだけど、間違えるわけないから、間違えるわけにはいかないから、間違えるわけにはいかないから、これはね、ちょっとね、調べないと、本当にね、ショック受けちゃうからね。ゲームセンター、あった！違う、あったけど違う、こっちだ。2つあるんですよね、ミホとマホで、あの選択肢が若干違うんで。だからね、これ絶対ミスっちゃいけないんだよな。向こうに取れそうな、俺なら取れるよ、うまいからね。これが選択肢、これがマホなら20丸という。本当ですか。じゃあケロちゃんとパステルちゃん取ってくださいね。ほら、でちょっと声の質がね、若干なんですけど、若干違うんですよ。なんかこうゲームやりよって、なんか変なところがあったと思うんですよ。あれみたいな、この選択肢間違えた音みたいな、そういう時はね、
実は真帆ちゃんだったんだよな。それに気づ、それをやるのにね、ほんと10時間ぐらいかかったから。すっごく楽しかったです。また誘ってくださいね。でですね、あのこいつの好感度を上げないといけないんですけど、こいつの好感度を、上げるのはとてつもなく難しいんですよ。なので、こいつが出るまで、まあ、セーブ&ロードをずっと繰り返してやっていくみたいな形なんですよね。このセーブ&ロードがねまた時間かかるんだよな。しかも、まあ、僕がやった感じだと魔法が出る確率、まあ、隠しキャラなんですけどね、確率なんですけど、おそらくね書いてないんだけど 30% か 20% かね、それぐらいだと思うんだよな。だからね、毎回毎回ねセーブ&ロードで、セーブ&ロードをね繰り返さないといけないんですよね。だからまず、まあ、適当に授業を受けてシャッシャッシャッと、あとねあの L2 を押すとスキップができるのを初めて知っちゃったよ。もう全然知らなくてさ、俺何やってんだよと思って、まあそれをしたおかげでミスったこと結構あるんだけどね。いや、あの全部飛ばしちゃうから、もう爆発し放題、爆発ドーンドーンドーンって爆発して、あまた最初からだみたいな。で大体一周するのに3、4時間ぐらいかかるから、それでね爆発しちゃったりするんだよな。でさっきセーブしたんで、次ですね。でここの、はい、胸で分かる、はい、皆さん分かります？俺も分かったよ、一回調べたから。これはね美穂ですね。さっきと多分若干ですけど、胸の影が小さいんですよね。あ、広いんかな、広いから胸がでかいと影が小さくなるんですよね。でも胸がちっちゃいと影が広くなるから、こいつはミホというね。もう何回も画像見たからね、ああ間違いないね。全然待ってないです。まあだいたい好感度を見ればわかるけどね、あのまだ好感度、マホの方が好感度低いんで、あの待ってることがないんですよね。だいたい遅れてくるんですよ。だから、これはロードしないといけないんですね。まあ、適当に選んでって。すいません、遅れちゃいました。はい、皆さん、はい、これはどっちでしょう。まあ、別にこれは、ね、そんなにカットしてないんですけど、2回目ですね。2回目なんですけど、まあ、遅れたということは、まあ、まず間違いなく魔法でいいんですけど、これがね好感度が一緒になると。あの同時にじゃねえよ、だいたいもう来てることが多いから難しくなっちゃうんだよね。けどおっぱいのこの影を見ると若干影が広くなってるんですよね。だから動画を止めて見てもらったら分かるんですけど、マジでこう微妙なこのおっぱいのこの影を 見るしかないというね。まあ、もしね、わかんない人はね、概要欄に載せてますんでね、比較をしてみてはいかがですかということで、これをね、毎回動画で撮っちゃうと、もうとてつもない、録画量になるので、ここまではね、もうエンディング必須イベントまでカットしようかなと思っておりますので、じゃあそこまでカットしまーす。よし、正月だぜと思った時に、なんか格好が全然違うんだよな。確実にこれ魔法じゃん。よかった、挨拶はついでだったんですよ。行きましょう。ほらやば、今2000年のあれだから、2年目の正月で、まあ何回も最初からしてここまで戻ってきたんですけど、服装全然違うじゃないか。はい、やば、ごゆっくり。もうね、あの今もう真帆、美穂が全然好感度低いんですよ。で多分真帆が多分ときめき度マックスになってると思うんですよね。はい、どうですか、私和服は苦手ですけど。うわこれどうしたらいいんかな。本来ならまあ可愛いねって言ったらいいんだけど、あーいやー可愛いよでいいやろ。ほう、 ありがとう。あ、これ辺は同じなんよね、はい、分かった。そうですね、これ絶対魔法なんだよ。あの基本的になんか向きがちょっと違うんだよ、ときめき度マックスになると。風邪をひかないようにしないといけませんね。そうだね、新年早々風邪なんかひいたら最悪ってか。
ほんと気をつけないとな。とんでもない一日になりそうだ。一年になりそうだ。一日は早いわ。来たよ、これ。で、意外とね、このときメモ2やったけど、魔法をクリアしてないっていうね、人が多いらしいですね。おみくじ引かないと。ね。いえ、そうだな。よし、やろう。やっぱりそう来なくちゃ。何が出るかと。おみくじというか、当たりくじの感覚だな。やーい。あ、もう一日潰れて、休み一日潰してるからな、マジで。結果はどうです？まあこんなもんだろう。私のおみくじですか？あの木の枝にありますよ。もうくくっちゃいました。わ、全然会話違うな。全然違うじゃないか。そうなんだ。見られたくない結果だったのかな。帰りは楽だったですね。うん、行きもこうであってほしかったよ。そうですね。それじゃあ私はそろそろ。うん、気をつけてね。やったー、やっと終わる。もう疲れたでござるよ。あ、もう2001年か。終わる、あと1年で終わる。もうきつい。俺の1日返して、マジで。でもね、ことぶきちゃんのね、好感度がちょっと高いんですよね。だからミホの好感度をちょこっとだけ上げないといけないんでね。こいつのときめき度を逆にマックスにさせると、また、めんどくさいことになるから。上げないとな。ショッピングモールでいいか。はい。よし、オッケー。お、これは、多分マホだな。ときめき度マックスになってるのはマホだろ、これは多分。おそらくマホのはずだが、ちょっと調べてみるか。胸。あれ？これミホじゃん。胸ちっちゃいぞい。別に深い意味はありません。あ、一応好感度上がってるのかな、多分。マジで？めっちゃ、あ、ここもまた飛ばすのかと思った。うおー！来た！これ来た！ここでわかるな、普通に。うわ、びっくりした、今。めっちゃびっくりした！やった！チョコ2個もらえるなんて、初めてだよ。うわ、マジか。え、さっきチョコもらったばっかりなのに？そうだったっけ？え、こんなのあるんや。マジかよ！おい、マジかよ、おい。そうだよ、ほら。それは失敗作。間違えて渡したの。で、これが本物。これ、有名なあのチョコレートじゃないか。やっぱ手作りよりこっちよね。嬉しいけど、なんか。それじゃ、急ぐから。あ、美穂ちゃん。入っちゃった。おーい、来た、これ。やったー、超嬉しい。やったー。あー、デートどこだっけ、忘れちゃったよ。おい、忘れたぞ、おい、忘れたぞ、おい。ゲームセンターに行った気がする。これは、ミホだな。うん、もうわかるな。もう楽勝だな、みんなも。これでもミホ、あれだな。ときめき度上がってるな。有効運動ぐらいかな。結構、高めになったな。どうしようかな。ちょっと高くなっちゃったからな。これはね、高くなったから、ちょっと呆れさせる場合であるから、これだな。はい、悪い印象、完璧。お、来たー、魔法。あ、美穂ちゃんどうしたの？あの、プレゼントです。おー、え、ほんと？嬉しいよ、魔法ちゃん。喜んでもらうって、もらう専門の私にはちょっと恥ずかしい。魔法ちゃん、出てぞ、かわいいな。これときめき度マックスだな。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら
チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。